い、皆さんこんにちは。人生いろいろ喜怒哀楽があるもんでございます、旅をしててもね、いろんな思い出たくさんありました、第3週目になりましたけどね、今回も喜怒哀楽チャンネルは世界で起きたいろいろ喜怒哀楽、73の国と地域行きました。その中でやっぱりこの国を忘れてはいけません。大国です。日本といろいろ問題がある国ですけど、中国ね。これはね、今まで私が会ったその中国の話を総決算として言ってみたいと思います。もうね、最近行ってないんですよ、中国ね。まあ行ったのは上海の日食の時行ったのが、でもね、とにかく基本的に私の一番記憶の中で大きいのは北京オリンピックの前なんです。で、何はともあれトイレ事情、これについては絶対的に話したいので、まあちょっと皆さんね、笑い話になるかどうかわかりませんが、喜怒哀楽で聞いてください。まあ中国広いです。そのいろんな中国の話を、10分間で全部まとめましょう。ということで、喜怒哀楽チャンネル、今週は中国でお楽しみください。どうぞよろしく。でですね、もう最初に言ったのどのぐらい前かな、わかんないぐらい前ですね。中国ってね、やっぱりさ、何ですか、成田とかね、羽田、その辺から 4,5 時間で行けちゃうでしょ。だからそれを考えたら比較的北京は近いです。上海もそうね、そんなに遠くないです。まあ3時間ぐらいかな。まあそんな形でね、昔よく行きました。で、今のように、今はなんか空気が汚いとかそう言ってますけど、僕が一番ね、興味を持ったのは、やっぱり三国志のその街を歩くことだったんですよ。ね。で、三国志にある時にすごくもう本当にもう狂っちゃったようなとこがあって、それでやっぱり中国行ったんですよ。で、まず中国って言うと四川省ね、劉備玄徳のあそこに行きました。で、この四川省ってのは、いいことで言うと食い物。ね、でレストランで何かで食べるやつ辛くないんですよ。やっぱり外国人の観光客向けに成都というところに行ったんですけど、作ってるんですよ。で諸葛孔明の武功するとかね、いや行ってきましたよ。見てきてね、銅像とか見てきたり、いろんなことを見てきたんですよ。でその中でね、ちょっと驚いたのは、まあいわゆる趙雲汁っているじゃないですか、有名なね。あれは文官になってるんですよ。文官っていうのは武将ではなくて、やっぱり長く生きたんで、中国の中ではそういう武将として強かったのは関羽とか張飛であって、趙雲汁っていうのは頭のいい文官の方に分類されたら驚きましたね。まあそんなところで行ってきました。で食べ物はやっぱり裏の方に行くと、四川料理のね、地元のお店があって、ここ美味しくてさ。でその当時の中国も随分前だけど、みんな女の人たちなんか派手な衣装着ちゃって、色合いのねいいやつを着て、もう昔の人民服なんてイメージは全然ないですよ。それでね、キャッキャッキャッキャ言いながらね、上海だから来たのとか言いながらね、一生懸命ね、食べてるんですよ。で、食べてるスープが、辛味噌肉スープ。これすっげえ辛くて、驚くほど辛いです。普通に、ヘラヘラしながら食べてる。で、スープが横についてんの。ね、そのスープ麺の横に。で、このスープって何だろうと思うじゃない？で、これ、味がね、しないんですよ、あんまり薄くて。あれ何だろうな、と思うと、その辛いものを食べた後にこのスープを飲むと、舌が麻痺しててちょうど良くなるの。そんぐらい辛かったですね。まあ四川料理美味しかったです。で料理だけよく行くと、まあなんていうんですかね、やっぱり広東はね美味しいでしょう。やっぱり広東料理、これは台湾の話はしません。ここはね、中国の本土の話ですよね。だから広東省の方に行くとやっぱり美味しいのがあって、これは香港なんかもちょっと別にしておきますけど、日本人に本当に口に合います。で上海料理はちょっと脂っこいね、グロテスクなのもある。で北京料理はさっぱりしすぎててどうかな。で北京ダックが美味しいって言ってるけど、やっぱり観光客向けにやっちゃってるから美味しい有名な店でも、なんか違うんですよね、このとこね。やっぱり地元の人たちはだって食べないから、そういうとこで地元の人たちが食べるとこは別なんですよね。おかゆ屋さんとかそういうのあるけど、だから結局どんなに有名な料理店だって、日本はほら地元の人でも寿司銀座に来るんじゃない、いろんなところね、地元の寿司だって本格的な寿司じゃないですか。だけど中国の繁華街にあるところってのはやっぱりそれ用に作られてるという感じでした。さあこれは面白いところで、いいところで美味しい話ね。でそれぞれの三国志のところを回ってね、いろんなものをもう買ってきたりとか、いろんなものを調べたりして、まあ、楽しかったんですよ。ただ一つ困ったのがトイレ。このトイレだけはね、今は随分改善されたでしょうけど、すごいもんでしたね。はい。でまずね、有名な話っていうのが、僕はね、楊貴妃の池に旅をした時に、その楊貴妃の池ってのがあるんですよね。でそれは本当の楊貴妃の池じゃなくて、たまたまその池があったんで楊貴妃のやつを移してそこにしちゃった。中国ってさ、万里の長城が通ってるところに民家があったら、その万里の長城を移動させちゃって、民家移動させるんじゃないですよ、別のところに作っちゃうとかさ、趙雲汁の像も移動させちゃってここにしようとかね、全然その歴史的なそういうものを大事にする考えがないんですよ。あるだけのことで。
うん、まあいいや。それで、あのトイレ入ったんですよ、行こうと。そしたら、有料トイレと無料トイレっていうのがあるんですよね。で、有料トイレじゃ、無料トイレは、とても日本人は絶対そこではできません。まず、みんないます。で、みんなが一列に並んでます、しゃがんでます。ね。匂い、音、ブリブリブリ、そんなものがすごい状態で、あ、これダメだと。ね。それで、有料トイレ、大して変わりません。簡単に言うと、あの、水が流れないんですよ、そもそも。で、壺があるだけです。あの、無料トイレの方は、溝があるだけですからね。はい。で、あの、まあ、一応、なんだろう、小湯の上みたいな感じで、ボットンと落ちるようになってて、ドアの入り口がないんですよ。ただ、あの、塀のようなもので、ちょっとだけ囲われてる。これが有料トイレでしたね。で、そんなのまだいい。ね、四川省の方に行くとさ、山あいのとこなんかのトイレはすごかったですね。渓谷を通っていくとね、小屋があって、ここがトイレだったんですよ。ね、そこ入るでしょ。そうすると穴が開いてて、そこからそこにお尻を突き出して、そこでするんです。そうすると谷底に落ちていくわけ、自分のがね。うわ怖いなと思いながらも、足はしかしか大丈夫だなと、まあ、出てるんじゃないですか。で帰ってきて元のところでまた次の人がトイレ行くのってると、小屋見ると小屋からなんかポトーンと落っこってるの見えんだよね。そんなところでできますか。下痢でも便秘になるという有名な話のおむつが欲しい、そんな感じでしたよね。でもっとすごいとこあった。でこれはね、平地のとこでどこだと忘れちゃったんだけど、3メートル四方ぐらいにね、30センチぐらいの高い囲いがあるんですよ。でそれがトイレ、30センチしかないんですよ。だからしゃがんだらケツが隠れるぐらいね、それトイレなんですよ。周り見渡せんと電源で、うん、で鶏がいるので、自分がじゃあ自分だと鶏が寄ってくるんですよね。食うんかよ。あ、もう汚い話ごめんなさい、美味しい話ばっかりしたのね。はい、それが中国でしたって。これで終わっちゃいけませんね。まあでも、ね、あの中国ってのはもう一つ思ったのは、僕はすごかったなと思ったのは、西安に行った時ですね。西安と言われてるね、西安博物館っていうのがあった。博物館、そこでね、ムンジャリングの原型である、そのリンキングリングの最初のその博物館のあれを見たんです。驚きましたね。今と同じよりちょっと大きいぐらいの、あのリングね、あの要するにあのコンパクトリングっていうかね、要するにハンドリングのもうちょっと大きいやつが4本でちゃんとあって、キーリングがあって、ダブルリングもあったってのは驚きましたね。あ、インドでね、やっぱりサイコロのイカサマサイコロ、セブンイレブンダイスも見てきましたけどね。うん。で、まあ、そのとこでね、すごかったのは、西安貴賓館、賓館だったかな、というところに泊まったんですよ。で、すごいのは、それね、なんかね、三度公社かわかんないけど、誰かのぶっさりがあるとこで、塔が立ってるんですよ。そこに、狂撃でなくて、そちらの方の地方でやる、やっぱり狂撃のような寸劇が見れる大舞台があって、そこに泊まりながらそれを見れるんですよ。で結局どんなすごい例えば歴史的建造物であると何であろうと、やっぱり中国ってのはやっぱりそれよりも重要な部分があるんで、そこにホテル作っちゃうんですよね、うん、でもすごく由緒正しいホテルで良かったと思いますね、うん、ただもちろん共産主義バリバリだから、服務台っていうのがあって、監視員みたいなのがそこのとこみんなね待ってて、そこを通らないと出入りができないとか、まあそれ以外もね、あの北京のホテルなんかでもね、大倉だかな大谷だか泊まったんだけど、汚いホテルじゃね、関係ないけどね、やっぱり日本風のホテルでありながら全然日本でないと。まあ後半ね、あのヤカママさんというね、僕のあの友達と一緒に中国何度かまあいろいろね訪れて、北京でねお接待受けたりとか、すごいいいホテルも泊まりました。でも最近はね、本当にそういう意味ではあの良くなりました。もうその時はもうほら中国の共産党の上の人のとか軍のね人とかとね会って、いろんなねすごい重大な話したんですよ。でその通りにちょうど石原さんが尖閣諸島買っちゃって一時期いろいろ大変だったんですけどね、仕事の方は一応全部飛びました、うん、でも中国人たち残念だけど、まともに商売しようとするつもりがなくて、うまいことだけやって適当に、もう聞いてたんですけど、偽物の契約書を交わすとかね、そんなような。だから契約書っていう文化は西洋文化ですから、中国は契約書を認めてないというところもあるんでね、一概には言えません。でも本当にね、あの中国はたくさん旅しました、うん、で香港と台湾を別にしたっていうのは、この2つの土地も非常に面白いから、ね、マカオもね、マカオなんかすごい、香港マカオと今度話す時があると思いますけど、面白いですよ香港マカオ。まあいろいろ話しましたけど、まあね、中国今度皆さんはまだまだ行くチャンスがあるでしょうけど、やっぱり食べ物水いろんなものが悪くなってますから、観光で行こうとかそういうことを考えたらおすすめしません。超高級ホテル以外はやっぱり当てにならないかな。それが残念ながら今の中国の事情だと思いますね。さあということで、時間がだんだんと来てしまいました。さあ来週何やろうかな。まあそう考えちゃうとね、この話ねどんどん続けて何本撮りもしちゃいそうなんですけど、また来週もねこういう話を言ってみたいと思います。
ります。それではまた来週、さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。